オリビエーロ・トスカーニオリビエーロ・トスカーニはイタリア、ミラノ生まれの写真家、ベネトンの広告キャンペーンの作品を手掛けたことで世界的に知られる。チューリヒで写真を学び、ローマの広告代理店に入社、エル・ボーグ等の雑誌でファッション写真を撮り、1983年よりベネトン社と契約、ベネトンではおよそ従来のファッションブランドの広告写真からはかけ離れた。 エイズ、人種差別、戦争、死刑制度等を正面から取り上げ、その強烈な作品は世界各地で大きな議論を呼んだ。彼のベネトンにおける最初の業績は1989年に始められた反人種差別キャンペーンである。黒人女性が白人の赤ん坊に授乳をしているポスターであり、彼はこのポスターに人種の根拠という考え方を込めたという。 このポスターに対し、未だアパルトヘイトが存続していた、南アフリカ共和国のベネトン代理店は難色を示し、ポスターの再制作を依頼したが、ルチアーノ・ベネトンはこれを拒絶した。後に、南アフリカ発の黒人大統領になった、ネルソン・マンデラは彼らを称賛し、南アフリカに彼らを招待している。ありがとうございます。